はじめまして。私は大阪で天然石を使ったオルゴナイトっていうヒーリンググッズを作って販売している寺脇智子です。作家活動としてはどれぐらいになりますか？作り始めたのが2015年ぐらい、うん、で販売を始めたのが2016年になるので、まあ、約3年ちょっとぐらいになります。販売と講師とっていう両方ですか？いや、ほとんど販売で来ています。たまにワークショップ、作ってみたいって方が結構多いのでワークショップを開催したりはしてますけど、メインは販売になります。ではなぜ今回このオンライン講座で、講座の方を販売しようというふうに考えたんでしょうか？オンライン講座を作りたいって思うきっかけは、ワークショップとかをしていると行きたいんだけど遠いといけないとか、ワークショップの参加費よりも交通費の方が多いですみたいになっちゃう声をすごくいただいてて、でそれは私もすごく、自分もその時行けないから、やっぱりそういうのだとすごいね、残念な気持ちがよくわかるなと思ったので、お家で誰でも受けれる、パソコンとかスマホさえあれば受けれるっていうオンライン講座はぜひやりたいなって思ってました。でその思いで、実は一つもうすでに自分で作って販売してるやつがあるんです。あ、そうなんですね。はい、あるんですけど、やっぱりそれってなかなかこう広めるっていうのが難しくって、あくまでワークショップをオンライン化しましたよみたいな形になっちゃうので、うん、今すでに私のことを知ってくださってる方はそれを知って検討してくれるんですけど、うん、知らない方とかにも知ってもらいたいって思ってたんですね、うん、その時にドリームを見て、今よく広告とかでもあるように動画で情報を伝えて、それ興味持った人だけLP ランディングページに入って、そこからこうもっと深くいろんなことを知っていくっていう流れがあるのは分かってるんですけど、それの作り方が私分からなくて、どんな風になってるかっていうのも全然分からなかったので、そのあたりを学べるのがドリームだったので、ドリーム、あ、これは入ろうって入って、自分のやつをもっとたくさんの人に知ってもらいたいって思って入りました。なんかそれまでね、何か智子さんの方でですね、何かビジネスのこと、マーケティングのことを学んだりとかした経験はあったんですか？はい、それはその販売をするって決めた時に、まあ、どのようにして販売をするかっていうのを含めて、ブログであったり SNS の使い方だったり、そういうのから自分自身のプロデュースのことだったりとか、一通りは基礎的なところは全部学びました。すごいですね。じゃあもう本当にこれをお仕事にしてやっていこうって思って、そっちの販売のことに関しても、マーケティングのことに関しても勉強されてたんですね。そうですね、一応もうこっちでやっていきたいっていうのがあったので、もう独り立ち独立できるようにと思って、学びはしながら、もうやっていきながらっていうのを両方やってました。じゃあ実際にそういうことを学んできたところとザ・ドリームの違いって何だと思いましたか？はい、これは入ってから感じたことではあるんですけれども、今まで学んできたところは、例えば手法であったり考え方であったりっていうところは教えていただけるんですけど、それを受講者さん個人レベルで実際に動かせるところまでっていうのはなかなか教えてもらえなかったんですね。基本は教えるから、あとは自分でアレンジしてねみたいなところが多かったんですけど、このドリームはもちろん基本は教わるんですけど、そこからじゃあそれぞれの人に合わせたスタイルとか書き方だったりとか、そういう内容をものすごく細かいところまで見てくださるので、もうこれをちゃんと先生のについていけば、終わる頃には完成してるっていうところまで行くのがもう本当に素晴らしいなと思いましたですね。今現在大阪の方で活動されているので、講座の方にはね、実際にいらしてはいただいてなくて、 Zoom とそれこそ録画でね、お勉強されてるんですけれども、どうでしょう、それに関して不便を感じたりとかしたことありますか？ Zoom に関しても全く問題ないです。心配もないです。むしろやっぱりその大阪から東京に行くってなると、交通費とか時間とかやっぱすごくかかってしまうので、それをお家で受けられるっていうのが、もうその費用を別の講座の例えば準備するものだったりとか別のものにも当てれますし、時間も効率もいいので、
Zoom でやっていただくのはすごく助かってます。あとそれを動画で残してくださるので、後から何回も何回も見て、必要なとこだけ抜き出して何回も繰り返して聞いたりとかできるのも本当にすごく役立ってます。どのような人にザ・ドリームをおすすめしたいと思いますか？やっぱり、ドリームはオンライン講座を作っていくっていうものになるので、まずやっぱりはオンライン講座をやりたいっていう方だとは思います。あと、私みたいにある程度勉強をしている方ほど自己流でやっぱりやってしまおうと思いがちなので、そこの部分をしっかり学びたいなって思う方にすごく受けてほしいなって思います。じゃあですね、最後にトモコさんのこれからの夢を聞かせてください。このドリームを受けることになったきっかけの一つに、お家で仕事をしていきたいっていうのがやっぱりあったので、そこをまずは実現させて、別に億万長者になりたいとか私は思っていないので、自分が生活して楽しんでいけるだけの収入を家でいながら、ワンコとか過ごしたり家族と過ごす時間も大事にしながら、で自分もやりたいこといっぱいあるタイプなので、そういうのもやりながら楽しくやっていけるのが一番いいなと思っています。で自分が学んだことを人に伝えるのもすごく好きなので、そこもいろんな人にたくさんこう広めていけたらいいなって思ってます。